今年の1月はなって名もなき人ですよね。名もなき人、名もなき人、名もなき人だし、金もなかったし家もなかったもん。何もない人、何もない人だって100円しか持ってなかったから。そっから2月中旬に始めて YouTube やって、その間も収益化はなかったからずっとアルバイトしてて、で3月の末で収益化がもう確定したってきたから、高校になって、はいはいはい、これでお金絶対入りますよって言われたからアルバイトを辞めたわけよ。はい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 、うん、でそっから生活感は変わっていくし、でもちろんあのひろゆきと違ってね、俺は返済も全部してるから、うん、ちょいちょい刺してきますね。ちょいちょい入れてきますね。もうそうそう、だからひろゆきと違うとかそういう子やなと。あいつは金返さず逃げとるから、うん、遠巻きでして後継してるけど、俺はだからフランスまで行って、あいつと目のこの辺の位置で喋ったのかなと思って、お前俺に言いたいこと全部言うよ今っつって言って、うん、それノーコメントでございます。それはノーコメントでございます。まあだからそういうことですよ。はいはいはい、だそれぐらいの覚悟を持って動いてるから、はい、要はから異国の地で言ってるのはお前も一緒やろと思ってるんですよ。うん、ドバイで俺言ってる、はい、でも俺はそれ分かっててやってるし、お金もちゃんと返してるから、はいはい、でもお前はお金返さずに異国の地で吠えてるだけやろと。うん、うん、吠えれる間は吠えといていいけど、そのうち吠えられへんようにしてるかなって俺は思ってるから。俺と違って奥さんいるからね、アキレス腱があるから、あいつはそこ攻められたら、あいつは終わってまうから絶対に。だって奥さんがもうやめてってなるやん、精神的に。俺が詰めていったら、俺の詰め方はみんな分かってると思うけど、えげつないから俺は。そうっすよね、うん、確かに。海外いるから大丈夫じゃないから、あ、うん、精神的苦痛を追い詰めるぐらいまでやるから。でこれがいわゆる脅迫やない言われても、俺は日本にいないから、だからってなるから。お前が最初の俺攻撃してんやろ。お前がじゃあ攻撃したことで俺に誹謗中傷来てる。俺がもし一周分かったら、その誹謗中傷で自殺するかもしれないし、まあね、はいはい、へこむかもしれないと。でお前がやったら2チャンネルってそういうチャンネルやろっつって。うん、じゃあお前も自分がそれさえでも文句言うなって俺は思ってるから。ひろゆきさんとはこう円満にはならないですか。いや、あいつがもう誹謗中傷やめたら別に攻撃してんのことは嫌いではないから。あ、そうなんですか。もともと好きやったから。いやいや、なんか、うん、ただドワンゴの川上に言われてやらされてる感がもうでっきり。自分の意思持って攻撃せよと。親友かなんか知らんけど、ドワンゴから金もらってるか知らんけど、お前関係ないやろお前はと。ああ、高橋さんとも知り合いのに何俺攻撃してんねんと思うから。そんな言われてやるような人じゃないと思う。いやいや、だってもういきなり言葉の単語が変わったから。今までは何でもふわーっとこう川に包んだような言葉が来たのが、急に川上と高橋さんが喧嘩終わった後に俺のことを急に詐欺師逃亡者みたいな言い方してから、こいつもね急にと思って、でしかも急に俺のことをぶわー上げ出したから、はいはいはい、うん、おもろいやんと。 あなるほどなと。ドワンゴ川上、高橋さん攻撃で俺のところ来たんやと。でも攻撃する相手アキレス腱ちゃうで俺はと。一番攻撃したとこ攻撃してるってことを分かっとけよって俺は思ってるから。川上だって家族がいるし、みんな家族がいるから、アキレス腱を持ってるお前らは俺には絶対勝たれへんねんでと。うん、まあ、俺は言論の自由を推し進めてるから、誹謗中傷も暴言も OK やと思ってる人やから、はい、もう無敵っすね。だからそれをあのお前らの家族にも向けて俺は発信する。もうノーコメントお願いします。これもうノーコメント、ノーコメントお願いします。いやいや、結局一緒じゃないですか、やってることは。だってひろゆきはああやったらひろゆきの信者はみんな俺に対して暴言を吐いてくるわけやから、ひろゆきは OK で、ひろゆきの取り巻きやるのは OK やけど、俺が奥さんや、ね、家族に言うのはあかんのってなるじゃないですか。一緒やでってやってること、うんうんうん、俺からしたらそれが平等なんですよ、僕からしたら。まあ、そうですね、うん、僕はちょっとひろゆきさんにお世話になってるんで何とも言えない立場なんで、すいませんでした。まあちょっと